大見兄弟社、株式会社大見兄弟社、大見兄弟社、大見ブラザーフード LTD は、滋賀県大見八幡市に本社を置く医薬品メーカー。南高薬、大見兄弟社メンタームで知られる。南高薬、大見兄弟社メンタームを中心に、医薬品、医薬部外品、化粧品等のスキンケア商品を製造販売している。明治年、年に、 創業者 WM ボーリズがキリスト教の伝道を志し、大見商人の主官学校と言われた滋賀県八幡商業学校に英語教師として赴任。ここで大見商人を目指す若き青年たちと出会うことになる。一方、課外で自主的に開催していたバイブルクラスに生徒が数多く集うようになったことが仏教の色濃い地域との宗教的な対立を生むことになった。 これが原因で2年後の契約公開時に教師の職を解かれることになってしまう。w m ボーリズは昭和39年1964年5月7日、83歳の生涯を終えるまで大見八幡に泊まり、キリスト教伝道とその趣味に基づく様々な事業展開を行った。まず、翌明治41年1908年に、 建築家レスター・チェーピンと共に再来日。商業学校を卒業したばかりの吉田悦三と三人で、キリスト教伝道の傍ら生活の糧を得るために、建設設計の仕事をタートさせた。明治四十三年、1910年には、選挙活動のために確固とした経済的基盤を築くため、村田光一郎、吉田悦三らと共に、ボーリズ合名会社を創業。 大正9年、1920年に設立した、大見セールズ株式会社、後に、現社名へ、変更が、大見兄弟社メンタームで知られる、製薬事業の始まりである。なお、大見セールズ株式会社は、ハモンドオルガンの輸入代理業務を行っていたことでも、知られている。キリスト教の信仰に基づいた社業では、 大海兄弟社メンタームなど皮膚薬のトップメーカーとして着実な業績を上げている一方、グループ各企業では建築設計、病院、老人保健施設、学校なども経営している。本社は滋賀県大海八幡市魚屋町元29。企業理念はオペレーションズオンミッションインダストリー、振興と商売の両立の実践。社名の由来は創業者。 ボーリズの愛したオーミの地名とクリスチャン精神に基づき目的に向かって心を一つにする仲間という意味を持った兄弟を合わせて命名された。オーミ兄弟社の以前の主力商品はメンタームではなくメンソレータムであった。メンソレータムはアメリカ合衆国のメンソレータム社の製品であり、同社の創始者アルバート・アレキサンダー・ハイドとボーリズの出会いが縁で、 日本での販売権が与えられた。ハイドはこの他にも、当時の日本で、キリスト教伝道のために尽力するボーリズの働きを、資金面で助けたかけがえのない恩人となったと言われる。実際、メンソレータムの販売は、ボーリズの各事業を資金面で大きく支え、自給自足での事業運営と、事業を通じて、神の証をするという大見兄弟者の理念実現を、後押しした。 当時、メンソレータムを世に広めたきっかけとして、佐藤康太郎の働きがあった。佐藤康太郎は、東京球団で、文部省御用商人を修行とする、老舗の佐藤商店を手広く経営していたが、吉田との出会いを契機に、商店の経営を後ろ身に譲り渡して、大見兄弟社に入社、同時に、メンソレータムの販売を任された。 最初の頃は砂糖だけで、伝票も小包みも発送も受け持つ程度であったが、何とかして一方でも多く消費者に届けたいと思い立ち、一音スビン入りのメンソレータムと伝道し、湖畔の声、現在もなお続感されているを携えて、大阪や京都の薬問屋を訪問しては取り継ぎを頼んで回った。また、砂糖は日本全国のキリスト教会へ呼びかける案を立て、事実その通りに、 全国の教会、婦人部を訪ねて、ハイド氏とメンソレータム、ボーリズと吉田らの志、大見ミッションの設立から、メンソレータムの売上金のいくらかを伝道のために、献金することを説いて回った。このようにして、全国の教会の婦人たちの手により、教会の資金を生み出すため熱心に、メンソレータムの取り次ぎが行われ、同時に、薬問屋でも広く、取り次ぎが拡大し、 メンソレータムの名が全国的に広く知られるようになった。しかし、創業者、ボーリズの亡き後、原材料費の高騰に加えて競合品との市場競争が熾烈を極めた。また、不動産部門の採算悪化と1973年の第一次オイルショックの影響もあって経営が苦しくな、自主再建を断念し、1974年12月24日に、 会社構成法を申請。これにより、メンソレータムの販売権を失うこととなった。その後、翌年の1975年4月22日に、メンソレータムの販売権は、ロート製薬取得。さらに1988年には、メンソレータム社本体も、ロート製薬に買収された。大見兄弟社は、大砲薬品工業。現在は、東証一部上場企業で、 大塚 HD の参加の協力を得て、再高を模索したが、メンソレータム社からの生産継続の交渉をする意思はないという返答を受けて、メンソータムの継続生産ができず、一度は再建の道が閉ざされかけることとなった。このため、メンソレータムの製造設備を利用したオリジナルの類似製品を販売することとして、メンソレータムの略称として従前より、 商標登録してあったメンタームを商品名として用いたメンタームの商標は1965年7月27日に出願され1967年10月3日付で登録第75万7274号をされいる1975年9月12日より新たに主力商品としてメンターム当時の商品名は メンタームウイスだったの製造をはじめ、自主再建の足がかりをつかんだ。同月16日に発売を開始し、このメンタームを自社主力ブランドとして育て、その他にもメンタームの効能効果を派生させたリップクリームやスキンケアクリームのほか、日焼け止めや虫よけかゆみ止めを製造販売する医薬品メーカーとして今日に至っている。 メンソレータムの販売権を失った大見兄弟社の自主再建にあたり、大砲薬品工業の小林幸夫社長、当時から善意として1、零零零零零円が、同社に贈呈され、薬業種飾る、男のロマンと報じられた。大見兄弟社はこの資金を運営費に充てず、大砲基金として、定期預金、善意に応えなければという再建に取り組む社員の、 心の支えとなり7年後に黒字転換1982年7月20日小林社長に対して法恩感謝の業績報告を果たしている。また、この小林社長の善意は困窮の時に助けていただいた私たちが今度は社会で困っておられる皆様に恩返しおるという大見兄弟社のニコニコ活動の原点となった。ニコニコ活動は 再建から44年経った現在もなお、チャリティバザーの開催や地元地域への献金活動の他、ほか災害地への復興支援として継続されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。